はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゆびずトークセンターのフジャンです。もう最近ね、すっかり暑くなってきました。皆さんも熱中症にはお気をつけてくださいね。そんな熱中症を元気に吹き飛ばす、そんなアイテムがございます。それは当然指人形ですね。皆さん指人形元気に集めていますでしょうか。だんだんね、ユビーズの数も増えてきまして、こんなツイートをちょっと今日はご紹介したいと思います。光の戦士 KRY さんです。令和もどんどん指人形を集めていきたいということで、おなんかこう素敵なコレクションの写真を載せていただいておりますけど、ウルトラ系を中心に集められているみたいですね。うん、なんか全体的に状態が綺麗なものが多くて、でなんかこのセンター、真ん中の段のセンター、なんかこれ A タイプ、これね今はもうレアですね。昔はちゃんと一般でずっと売られてたんですけど、すっかり廃盤になりましたんで、今は珍しくなってきましたけど、全体的にこの旧造形のもので統一されてるところがね、いいですね。この昭和が素晴らしいと思います。怪獣もうん、いい集め方をしてますね。僕の好きな集め方です。ゴモラがこれちゃんと新しいバージョンのゴモラになってますけど、このゴモラもね最近ちょっとレアになってきてるんですよね。はい、というわけでありがとうございます。こんな感じでね、皆さんの指人形コレクションもどんどん我々に見せていただけるとね、ちょっと我々もご紹介したいなと思うので、ぜひぜひハッシュタグユビーズとつけてつぶやいてくださいね。よろしくお願いします。さあ、そんな熱中症に、襲われかけてるこの5月の今日この頃ですけども、こんな荷物が今届きましてね、ヤマトウイヌさん、いつもお世話になっております。本当にね、もういつもいつもお世話になってるヤマトウイヌさんなんですが、はい、今日はどんな品が届いたのか。いつも開封系の動画はあまり開けてないんですけど、今日はね、おはいはいはい、中身を見て分かりました。実は今日はですね、関東支部のチュンさんから来た贈り物なんです。これおやっぱね、分かってるよね。大量ってわけじゃなくて、あのいくつかピックアップしたチョイスなんですけど、これがもうね、あ僕のもうツボをビンビンついてきてますね。まずこれ、燃えろロボコン、これは平成ロボコンですね。僕リアルタイムで見ていた記憶が、よく覚えてますけど、これね一応僕所持しているんですけど、これが大量に関東の方で発見されたということなんで、自分の分も保存用にちょっとお願いしました。これね、これガンツ先生とかね、いろいろみんなちゃんと造形がもう完全にバラバラっていうのがいいですよね。でも例えばウルトラマンとかだと、なんかこう似たり寄ったりなところも若干あるんですけど、ここまで別物のキャラクターがこうやって5体も入ってるとすごいお得感を感じますよね。これはおすすめの指人形です。非常に未だにね安く手に入るので、気になった方ロボコンねゲットしてみてください。残念ながら昭和が出てないんだよね。昭和のロボコンが出てない。僕燃えろロボコンはね、あのロビーナちゃん、加藤夏樹さんのロビーナちゃんもう可愛くて大好きだったんですけどね、ロビーナちゃんの指人形とか欲しかったなーなんて思っちゃうんですけど、ありがとうございますチュンさん。いや、やっぱ最高だね。やっぱ分かってるわ。そしてね、お、ちょっとチラッと映ったけどこっちから行こう。救い人形のウルトラマンレオとパワード。この中ではね、レオが激レアなんですよね。昭和の中でもエースとかレオっていうのはなかなか見ないんですけど、あの太郎とかセブンとかはね再販してるんですよ、初代マンとかは。でもこのレオとかはもうおそらくもう全然数もなかったんだと思います。最初の生産くらいだったんだと思います。これは本当にレアで、関東はさすがですのでね、在庫があったということで、ちょっと私のために1個譲っていただきました。ありがとうございます。東北もね、最近ウルトラの救い人形の数だんだん増えてきまして、レオだけ唯一昭和の中で持ってなかったんで、これはありがたいです。ありがとうございます。そしてパワード、パワードもいいよね。関東はパワードの在庫がねかなり多くてですね、これもちょっと一体お情けで譲っていただきました。パワード自分も持ってるんですけど、
ちょっと状態が悪くてですね、全体的な塗装とかそういった状態はいいんですけど、なんかね後ろ側が若干汚かったりとかね、そこですちょっと気になってたんですけど、こう自分の持ってる個体の5倍くらい綺麗なものをいただきました。ありがとうございます。このパワードは決定版とも言える出来ですね。指人形も可愛いんですけれども、やっぱり再現度の問題がありますよね。あれはあれで可愛いんですけど、ちょっとパワードとは別物かなと、そういった印象をずっと小さい時から抱いてたんですけど、この救い人形の存在を知ってから、もうね指人形に代わってこれがもう僕の中でパワードとして、ずっと飾ってるアイテムです。これはおすすめです。はい、そしていやー嬉しいな、これカクレンジャーの忍者ブルーと忍者ホワイトいただきました。これはねレアなんですよ、これカクレンジャーも。あのガシャポンのねスーパー戦隊クラブでラインナップされてたものなんですけど、まあ大レンジャーとか十レンジャーに比べるとまだ少し安くは手に入るんですけど、なかなかねないんですよこれが。嬉しいですね。僕ちょうどブルーとホワイト持ってなくて、でレッド、それからイエローとブラック、これを所持していましたので、あったようやくカクレンジャーが全部揃いましたね。嬉しい、これは嬉しいね。もうカクレンジャーはねデザイン的に結構大好きな戦隊なんですよ。でこうやってねやっぱ5人揃うと最高だね。今のところ鬼門と言われている10レンジャーとか大レンジャーとかも、まあ、ちまちま集めてはいるんですけど、こんな感じでね最近1体ずつ見つけた時に安く手に入れようとして頑張ってるんですけどね、まあ、いずれ全部揃うと思いますけどね、今年中に揃えばいいなと思ってますけど、そんな感じでなかなか入手困難な戦隊のうちの一つであるカクレンジャーがこのようにコンプリートいたしました。ありがとうございます。いや本当に嬉しいですね。ちょっと僕も東北支部として恩返しのためにですね、いろいろと向こうの方にも送る予定ですので、ちょっと交換ビデオ日記みたいな感じでですね、お互いに開封し合う動画を撮れたらいいなと思ってますので、ぜひ開封動画の方チュンさんもよろしくお願いしますね。はい、というわけで今回は見てください、このもう分かる人には結構おいい品揃いだねっていう感じですよね。これなんか福袋とかでもし入っててこれが出たら、マニアにはおいいなって思える品だと思いますよ。はい、というわけで今回は関東支部のチュンさんから送っていただいたスペシャルな指人形と救い人形セットをご紹介いたしました。関東支部ありがとうございます。本当にもうこれからもね末永いお付き合いを今後ともよろしくお願いいたします。一緒に指人形を盛り上げていきましょうね。では皆さんも元気に指人形集めていきましょう。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。